ハブはナイスゲー女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそこの番組は「ノーゲーノーライフ」株式会社キャンピーの提供でお送りします。 ゲイラジ月の第2週はゲイラジ。ゲイ業界、ゲイカルチャー、オネエあるあるなど、ゲイの世界のトピックを中心にお送りします。パートナーは20年来のゲイ雑誌編集者仲間、サムソン・タカハシです。こんにちは。またあったね。またあったよ。そして今週のゲストは、大学の講師を務め、ジェンダー・セクシュアリティ関連の著書も多数出版されていて、発展場などのゲイ文化も研究されている。 石田仁し先生です。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう今までの2回でいろいろな部分がね、こうばれてしまって、もありがとうございます。<笑><笑>いいね、今日はですね、そんなね、こう、最近ラブラブできちっと、本当にね、あのためになる LGBT 関連のご本も出版されていて、で、 文化としてのねこう、芸の出会いのスペース、あって間の歴史なんかも詳細に研究されている石田先生が近年、ハマっているものということで、あのー、最近、タイ BL にっってらっしゃるんですよねあそうですね、はい、この1年、コロナになってからですね。じゃあ、まさにおうち時間はどっぷり。えーうん あのタイ BL だけじゃなくて、<れ>タイ自体にはまってらっしゃるという話もそうですね、なんかどっちかっていうと、あのタイ BL だったのが最近、だんだんタイの比率が高くなってきたタイそのものに。でもねあの、タイ自体は、もうサムソンさんも通算数えきれなくて、うん、あの、うん、多分私、今の人生で。 3、4年ぐらいはタイに滞在したと思いますよ。滞在期間出すと3、4年なんだ。<laughs> 3、4年になってる。はい。すごい。あ、一回行くと長いよね、タイってね。10日間とか行く。あの、本当に半年ぐらいいたこともあるし。そんなに行ってんだ。もう回数で数えた20回、30回。そうなのね。ぐらいじゃねっていう私はね、あの、もう10年ぐらい行けてないけど、10年前までは、 1>, 1年に1回か2回はずっと行ってたので1 6七7回は自分も行ってるんですよ。ブ、えー、<う>ルさんはタイに行った時はどんなとこに行かれてたんですか、うん、私まだほら20代とかの元気な時だったので、うん、毎回その DJ ステーションっていうね芸のクラブに行って踊るみたいなことをしてた、うん、だからそのそのちょっとあとぐらいにサーキットボーイ文化って言ってあのシンガポールとか台湾とかタイの こうクラブを、あのー、で遊ぶゲイのイケイケな男の子たちの文化が流行ったんだけど自分はもうちょい前にこう、えー、DJ ステーションとか一部のクラブとかだけ行ってるような子でしたね。うん、あじゃあそのサーキットクラブゲイですかなんか回アジアのイケイケな回る子たちをそういう言い方したりもした。でも全然回ってないですね そうそうそう。台湾シンガポール、台湾、ンね、香港、韓国みたいな、うん。そうそう,そう,そ,う<ー>そう。基本だから、タイで大きなパーティーがやるようになった頃は、もうほとんど行けなくなっちゃってて。それこそバビロンでパワーパーティーみたいな感じ フォームパーティーだ。うん、もうでも、その辺でもうね、私ちょっとやっぱね、こう、なんだろう、ブスマインドが強いから、そんな、マッチョが泡にまみれて、<laughs> へいとかね、あの、やってるの、<laughs> 無理無理ってって。大体はね、もう、ねうん、もう薬やってるような気持ちがねそ。そこ決めつけないけど、<laughs> あの、ね、怪しい、やっぱね、あの、パッポン周辺のね、なんか、日本人がいると、 セクシームービーって声をかけられるようなね。ああいうなんか、いるいる。そうそう、セクシームービーって言われてね。あの、アイとか言いながらね。そういう、でもそうやって言うとあそこすぐ今度、ゲー版の。あの辺でちっちゃいクラブで遊んでるのが好きな世代だったので、もう案内マッサージは行かなかったんですかちょっとしか行かなかったの。なんか、 それも本当に全てね、なんかしょうもないんですけど、その楽しめばいいのに、なんかこの子たちお金目当てだわとか、変だね、うん <laughs> の、プライドが <laughs> 邪魔をして、<laughs> 先生、いいんですけど、お仕事なんだし、<laughs> 本当には愛してくれてないじゃないけど、<laughs> あの、最初、あの、佐世子さんと前一致したのが、私たちって、 あの勃起されることに勃起するタイプよねみたいな <laughs> <の><ー>向こうがこっちを行けてくれてることになんか興奮できるみたいな要素が強いタイプだったのでだからタイのそういう,こうお金でサービス受けるっていうこともほとんどしなかったんですよね、えー、<laughs> だから本当につまんない楽しみ方です石田先生は最近タイは実際に行かれてるんですか そうですね、2年前に行って、4年前に行って、4年前のはあは、タイに行って、ルアンパバーンに行って、その時にサムソンさんに相談して、どんな宿がいいですかみたいなふうにおっしゃってそれが初めてのタイいや、でもタイは20年ぐらい、25年ぐらい前に、大学、 はい、今だったらもっともっと行きたい気持ちが募っちゃってるよね。そうなんですよ。早く行けるようになるというもう、タイ語を本格的に勉強されてるじゃないですか、<あ>今。だんだん、はい、してきました。うん、<laughs> 私なんて通算3、4年タイに滞在してるのに、<laughs> まだあの1から5までしか数字言えないんだよ。<laughs> 数字ね。私も15回言ってるけど さわりかーさわーとくん <laughs> かーとか,、ねかあ。あろーぐらいしか言えない。女性語尾ー女性語尾さ <laughs> ー <laughs> あと、ヌ<何><何>ーソンサンシーハー。それが意味がわからない。あとあの、ゲイの中で、 あのイケメンとね、知り合った時に、ならっと、ならっと、とって、かわいい。ああ、かわいいです。ね覚えてうそれぐらいよ、ほんと。あとは、もまれたらさばい、さばい。さばい、食べ物食べたらアローイって言って。全然それで8割ぐらいいける。でしょう、そうそう。そうなんですよ。褒めときゃいいっていうね。 え石田さん、なんでまたそんなにタイにはまったかというと、うん、そうですね、やっぱタイでちょっと勉強、語学勉強していって、タイ語で話すとすごい融通が効くっていうか、よくしてくれるんですよね。すごいだから外国語を学んで、 あのタイでしか通じないけどリターンがすごい大きい言語だなって思ってああでも確かに英語はねあの英語話したからが、うんね、英語圏の人が喜んでくれるかしたら当たり前でしょうぐらいのスタンスの人が多いけど、うん、タイの言葉一生懸命覚えてくれたんだっていう感謝が返ってきやすいのねそうなんですよまたタイの人、うん 観光客すごい多いけど、タイしゃべる観光客ってほとんどいないもんね。あんたがその人じゃない。そうまさしく <laughs> ち。ちょっとは覚えない4年も言ってだったら。今度は6まで覚えてから行きます <laughs>。数字1個ずつ増えていくんだ <laughs> あ。でもその発端になった BL なんですけど、一番最初の作品はあの数字の2にギャザーがついてトゥギャザーですよね。 はい、あれ、ユーチューブで流れてたんだよね、最初。もともとそうですね、自由に見られましたね。今はなんか日本もちゃんと会社が版権買って<あ>あの、DVD とか、あと大阪で今、地上波で放送されてるんだっけ。ね、あなんか地上波で出て、ねで、そうですね、多分出てたと思います。そうだよね、はい いやで実は私、配信、うん、サブスクマニアなので、うん、いろんなサブスク入ってるんですけど、映像も。ユーネクストさんが最近、そのタイビエルが流行ってるってことに目をつけて、怒涛の勢いで作品を今、入荷してるのよね。うん、ああ。あの、トゥギャザー以降、他の作品にも手出されたの、はい、あ、そうですね。あの、トゥギャザー以降に、えっと、その、 4年ぐらい前に作られたソータスっていう有名な作品に手を出して、それがすごい自分が昔大学で受けたパワハラとすごい似ててちょっとダメだったんですけど、でね、パワハラの中ででも実はある先輩後輩の愛。 やっぱりあのちょっとそのさっき言ったホモソーシャルっぽいのが舞台になってるってことですよね。ですね。はいうん。面白い。でも結構な数あるよね今ね。今ありますねそう。なんか私がその見ただけでもいっぱい入っててでそのモロ BL だけじゃなくてなんかこう女子と。 ゲイみたい、うん、あのな、ゲイの青年3人とレズビアンの女友達による友情と青春模様みたいに、も、えー、うなんか BL の枠を超えて、うん、LGBT ドラマ風の枠になっていたりもするす、ねうん。そうですね。ちょっと、あのー、外,外側って言ったらいいのか、まあ、当たり前にゲイカップルを組み込みながら物語が成立してるみたいな、ね。うん,いね、うん。すね。 タイ BL が流行り出したのって、つい最近なんですかね。爆発的になったのは、この1年前のコロナですね。もう<ー>、そ,そのトゥゲザーがきっかけみたいな。はい、そうですね。その前がそのソータスから徐々に人気があって、で、あのボランティアで日本、まあ、英語から、英語の字幕から日本語に翻訳。 する人たちが YouTube に日本語の字幕を上げていてっていうのが元々のうん、うん、はいそうねそのさっき言ったたくさん入ってるのも大体2019年とか2020年だから、うん、次ギアは世界中で話題になったみたいだけどうん、うん、もちろん本国でも大ヒットだったわけですよねそうですねはい、うん、なんか今度映画もうん、うん、えっとはいあの流されるってことですよねおお割と タイでそういう BL ドラマの,あの素字っていうかそういう、そういう土壌があったっていうわけではないんですかね、もともと。<々>どうなんでしょうね。うん、覚えてるのが、15年ぐらい前かな、はいあの。よくバンコク行ってた時に、割とあの本屋さんで BL 漫画、日本のやつね、がタイ語に翻訳されたやつが結構置かれてたのね。はいはい。 で割と売れてたみたいだから、まあ、たタイだとこういうのを受けるだろうなと思ってた、そ,その当時、うん。なるほどあのでも、2年ぐらい前にインタビューを、まあ、ある共同研究者がタマサート大学の学生にインタビューしたところによると、うん、の BL のなんていうか発信元が日本だっていうことを認識している学生が意外に少ないらしくって。えー もうだからもうアジアのものみたいな認識がある感じですね。すね日本はね、うん、書籍とかはもう長年書店のすごいスペース占有したりしてるけど、うん、ドラマも増えたけどぼちぼちが続いてる感じよね、うん、そうですね。そっかそ<う>タイってあのそれこそ昔私キャンペーンガールやった映画でアタックナンバーハーフっていうね そのタイの実際のバレ、ゲーばっかりのバレーボール、ゲトランスマイっていうかね、ゲートトランスのバレーボールチームが国体でこう優勝したのをベースに描いた映画とかが、当時国内の映画として史上2位かなんかに売れたのよね。なんかそれこそ、本当ものぬけ姫とかそういうレベルで国内で売ってて <laughs> <laughs>、まあ面白いい映画なんだけど、私たちもね、あの、キャンペーンガールでこう、ちょっと、うん アタックナンバーワンみたいな格好でパルコの前とかでこうバレーボールを持って一生懸命宣伝したんだけどああいう映画がこう国内映画史の2位つけるってすげえなみたいなのはあったりして、うん、面白ければなんか当たり前のようにこう引き受ける土,土壌はあったのかもしれないよね。そそうですねそれ とうんあと今タイビエルをあの放送してる会社が、まあ、ネット配信が多いんですけど、うん、どっちかっていうとこう権威のある昔からあるテレビチャンネルではないところなのでどっちかっていうとリベラル、うん、ない人たちが作ってるっていうふうなあの分析もありますね、うんうんまあ、じゃあタイも新しいメディアの流れで今までの人はちょっと敬遠しがちだった だけど実は世界マーケットにも強かったり、うん、根強いファンがばっちりお金を落としてくれるコンテンツに素直に向かってる感じなんだそうですねあのやっぱり全然今までのテレビの視聴者層と、うん、あの携帯とかスマホで見てる高校生とかって全然違っているので、うんうん、CM もすごいあのタイ BL 見てると 自分が若返った感じ <laughs> <laughs> 石田先生的にはどんな CM で若返るの,の <laughs> <laughs> なんかこう、えーと、ヌーブラみたいなのが <laughs> ヌーブラみたいな CM。<laughs> ボディーブラ。 っていう CM があるんですけどすごいすごい <laughs> それそれ若返るの <laughs> あでも今までの地上波の CM とかじゃない商品が出てくるって感じよね、はい、そうですね10代の女子,女子向きみたいな感じの、はい、<laughs> でもあのー、前あのん、ー、でしょう タイのテレビはよく見てたんですけど、うん、いわゆるオカマちゃんみたいなのはすごくよく出てくるんだけどこういう綺麗なゲイはそんなにね存在として出てこなかった記憶なんです確かにそうかも何てしたっけ<う>カトゥーイでしたっけ本当。オカマキャラって感じの方が強かったよね、うん、昔はね今もあの BL の中で出てくるやっぱりオカマキャラってそんな感じはして 依然ありますよ、ね、そっか BL でもきれいどころと笑かせようとはっきり担当が分かれてるわけね。うん、<laughs> そうですね。女装と一緒ね。トギャザーにもいたよね、そういう子ね。<laughs> 女装の笑かせは誰なんですか <laughs>、えー、女,女装、まあ女装の中でもそうだけど、<laughs> そもそも女装キャラが LGBT の中のちょっと面白芸者役になることが多いじゃない。それでまた怒られたりするのやった人たちがなんか。<laughs> そうか <laughs> <laughs> いろいろ大変だ。えー、でもなんかいいですよね、タイ BL の流れ。うん、私もなんかタイはもちろん好きだったけど、最近おふさだったので、うん、ちょっとあのタイ文字を見る機会が増えて。はい、あそうですね、まあ。石田先生が考えるタイ BL の魅力とはあ僕はそうですね。えっと、他の人と ちょっと違うかもしれないけれどって前提なんですけど、あの見てると、何度も処女膜が再生される感じですね。藍 <laughs> 染京子さんみたいになってる。感じな、40歳以下分かんないからどれ <laughs> だ。ってでも処女膜を再生した人って、その人以外思いつく <laughs> <laughs> 先生が<笑><笑>なんかあの昔そ、それこそタイで2004年ぐらいにアジアの LGBT の学会がありまして、そ,その時に溝口明子さんが、はいえーと BL っていうのはあの心のンポを勃起させるものだってことを言って、すごい会場でみんなを学会で。あらかっこいい ですごいみんなのあの、そうだそうだっていう感じ研究者から b l ファンまでが。<laughs> えー、そうだそうだって。で、それをずっとこう心ぶっこ残っていてで、自分がタイビール見たらすごい処女膜が再生される<笑><笑>あの <laughs> 水あ水て。溝先生が、まあね、おにぎりで<何>あの、石田先生は処女膜になってで,でもね、女性が見ると心のチンポが勃起して、うん、芸男性が見ると処女膜が再生されるっていうのは。うん とてもこう、真ん中に寄せてる感じが、ね、うん、<laughs> クリエイティブな感じだなって思いました。何やっぱりあの、自分が理想としてた学生時代みたいな感じはあるんですかそうですね。その、わちゃわちゃ感っていうのも好きですし、なんかタイビエルって多分、こう、ドタバタしてる感じもあって、っていうところもありますし、それから、あの、今、 こう背景に映ってるこの2人が、アンティル・ウィ・ミート・アゲンっていう尾崎清彦みたいなあのタイトルなんですけれども、あのこれにちなみに <laughs> <laughs>、今、イケメンが、ね、あの石田先生を中心になんかこう見つめて,て、<laughs> うん、<laughs> ちょっと邪魔者みたいになってるわね、背景に使われてる。はい すごいこれを見てるとすごいキュンキュンしていて、僕のみんな綺麗ですね、本当に、ねねうん。ちょっとなんか自分が出会ったタイ人とは全然違う感じなんですけど、サムソンさん、どうですかごめん、あの本当に綺麗なお蚕に全く興味がなくて、あんまり認識ができてないのよ、私。 うん、一般的なタイ人のことはちょっと違うわよね色が白くて、うん、彫りが白い,です、ね、白い白い。私が言ってた頃から実際に街中にいる子とテレビに出てくるタイの芸能人の違いはやっぱあってやっぱタイ在住の子が言ってたのは<ー>こっちの子はこうよりこう、ね、今とかだとどういう表現になるかかんないけどより白い肌に憧れてるからこう男子でもお粉はたくみたいな子は。 汗ばむっていう意味でも多いし、うんはい、であと、売れる子は、より色白だったり、ちょっと白人の血が入ってるような子が、タレントとしては売れるみたいなことは言ってたんだよね。うん、あ、うん、それはもうい、今に至るまではっきりあって、うんい、色白であればあるほどいいっていうのは確実に価値観としてあるね、タイは。うんうん だから、そういうタイプの子たちが BL ドラマにはより選ばれているってことなんだよね、うん、きっとね。そうですね。うんうん、なんか、やっぱり顔立ちも、これは本当にカンドラの俳優って言われても全然区別がないとか。わ、うん、かる。実際ね、韓国ドラマとか K-POP の男子たちも街中にはあんなのそうそういないからね。K-POP 最高だっては。 そう、サムソンさんは、もう、ほどではないけど、私も、好みがもうちょっと、芋臭い子たちが好みな方なので、<ー>ビジュアルは、もうちょっと芋っぽくてもいいかなっていうのはあるかも。綺麗すぎるかな。なうん。石田先生的には、あの、タイエルの子たちは割とど真ん中なんですかそうですね、ど真ん中寄りですよね。うん、あらならら、うん。あ、そしたら見るの楽しいでしょうね。<laughs> そうよ。 ねえそうだよねだからそこの好みが女子と同じような綺麗系好きな人にとっては最近の日本のいくつかのねあの傑作 BL ものとかも含めてどハマりできるんだけどやっぱり芸の中に根強いこうラガーマン系が好きな人たちは YouTube で。 なんだっけプロデュースパンダズみたいなこう方に行っちゃうんじゃない <laughs> ああの気持ち悪いやつらね。気持ち悪いやつら言わないで、私もちゃんと最新の,あのね映像を常に YouTube チャンネル登録してるんですから。はい、頑張ってください。<laughs> やっぱダメなのサムソンさんはああいう方はあ,あい方で。<laughs> いやいや、全然なんか輝いてるなって思ってるよ。あ BL 系もダメで、ああいうモロゲイネイティブな好みの方もダメっていうのは難しいわね。難しいね。うん、だから、だからもう本当にあのカンニング高山みたいなおっさんが。うん、じゃワイドショーでコメンテーターされてるのを見て、めでるみたいな。うん、そうそうそう。あとでもそこら辺はでも逆にタイ BL おすすめかもしれなくて、うんはい、そこに出てくるあのお父さん役が。 わり<ー>と同性愛に理解がなかったりとか、えー、と<あ>子供を長男をこう、えー、美しくてお金のある女性の家と結婚させたいとか、わりと分からず屋のお父さんが出てくるので、<ー>はい、ストーリーだとやっぱ敵のような役になりがちなんだ。ですね。はいう あでもそうするとさっきのね、この間のこう理論じゃないけど、ゲイを嫌う人はなぜかゲイの野郎系ファンタジーには乗る見た目が多い。そうよねあの。大抵あのトランプ側の方になんかイケメン多いのよ。<laughs> 私から見たら。銃ぶっぱなされてんだなっていうね。<laughs> あのレッドネックの,の白人いけるのよ、ねあ。じゃあそういうところを見れば、 アキラだって BL 楽しめるかもしれないよ、タイの。今度、チャレンジしてみるよ。はい。うんいやん、今回もね、タイ BL の魅力からタイ事情までいろいろと、本当はね、あの、タイでもね、その、皆さんの共通のワードである発展場って意味では、有名な、うん お店が閉店したとかいうのもね、話したかったところもあったんですけど、ねあ。あ、もうお時間なのね。結構そうみたい。うん、でも、バ<ら>ビロンがね、閉店したっていうのは、やっぱりこう、それこそクレイジージャーニーで、あそこをショート、そうよソンさんも含め、<ー>大事件ですよね。うんうん、大事件、割と。あのー、世界一の発展場といってもか、全然過言じゃなかったもんね、あそこ。うん、そうだね、プールもあって、レストランもあってだもんね。 これ発展場イコールエロっていうだけじゃないっていうのを、論景の人にちゃんとプレゼンテーションできる場所がなくなっちゃったという。優雅だったよね、うん。じゃあ,あの、バビロンの優雅さみたいなのは、他の、他のヨーロッパの国とかにもないってことですかあれ、ヨーロッパとかにもなかったね。あの、一つは、えーと、ホーチミンで近いところあったんですけど、やっぱり、 あのー、そう、東南アジアが白人向けに作ったような感じ、同じコンセプトでしたね。結局、うん、日本だとビジネスホテルがこうゲーム系になってるような作りになっちゃうのが、タイはリゾートホテルがゲーム系パラダイスになってたっていうインパクトが大きかったよね。うん、そうねあの、ホテルも併設されてたけど、それも完全にリゾートホテルっぽかったですからね。 うんなんか料金表を見てはあああの狭くて高いなと思いながらあのバビロンの部屋を見てました。あまあ他を知っちゃうとね、まあねそうよね確かにあそこはタイの中ではあるかも。でもただ特に、うんうん、自分が出てた時期とかはあのー、あ,あれでもやっぱりすごいなって思ったけどね、こんな素敵なところがこんな値段で入れるんだみたいな。えーうん、そう。全体高めだったけど、あそこ朝食がよくて。 あと、朝食の会場とかでゲイがわちゃわちゃしてるから、そこでなんか、あの、いい雰囲気でも礼がったりもして、やっぱりコミューンみたいな感じがありましたよ。サムソンさん、そんなところで社交できてたの <laughs> 私は最初から最後まで一人ぼっちでした。それを見てたのね。<laughs> 見てたの。あびっくりした。絶対朝食会場でそこに交わるタイプじゃないだろうと思う <laughs> あの、本当にあの、 ファランでもないし、若くて綺麗な子でもないから、うん、もうどっちつかずの。白人,白人のね、白人の,ね白人のおじさん、金持ちのおじ様でもないし、うん、白人の金持ちでもないし、タイの若い子でもないから、うん、もう一人で、あのー、飯食ってるだけでしたよ。はい。うん、まあ、もともとだからバビロンの客層には向いてなかったのよね。そうね。はい。うん <笑><笑>でもあの中華街の私も何度か行ったらお気に入りだった GSM サウナも焼けてなくなっちゃったでしょ。<laughs> 焼けてなくなったし。<laughs> 私、その時2週間タイ滞在してて、あの、最初バンコクに行って、<laughs> うん、GSMS で発展して、で、島に行って、 で、十日後に帰ってきてたら、あの、焼けてましたからね。<laughs> 衝撃ですね。衝撃ですよ。あ,あ、あんたが火つけたんじゃないだろう、ね。<laughs> <laughs> 私かなでも、本当になんかブズが火つけたんじゃないかなとか思って、ちょっと、<laughs> あの、我がことのようにドキドキはしてる。はい、というわけでね。あの、はい、えー、なんかでも楽しく石田先生と三回お送りさせていただきましたけど、今回はね、もう。 あの硬い面とかあとラブラブな面もあるのにこんなひどい場所に来ていただいて本当にありがとうございました <laughs> ますこちらこそありがとうございますまた来てくださいまたぜひ <laughs> はいまいでその <laughs>、はい 継続中かどうかの報告も兼ねてね。そう。<laughs> また別れた時き言ってくださいよ。<laughs> そうするとね、サムソンが喜ぶっていう。満面の笑顔で。<laughs> でも最後にマウントして申し訳ないんですけど、ーあのタイビエル見始めた頃は、うんはい、僕とタイビエルのどっちが好きなのっていうふうにちょっと詰められていたんですけど、<laughs> 最近<え>相方もタイビエルにはまってしまって、<あ>あのそれも あの無事<あ>えとクリアした状態なんであら唯一の障害ももうなくなって、えー、あら完全にもう一体化して趣味も、はい、<laughs> どうどう反応すればいいのこれに <laughs> <laughs> うんわからないよいやもう最後にいいマウントありがとうございました本当にまだだた別れたとに来て本当に <laughs> 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 はい、はい、ジョソラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの混入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先はツイッターのジョソラジアカウントをチェックしてください。 ポッドキャスト、スタンド FMYouTube などお好きなメディアからいつもあなたの耳元にそれでは次回もお楽しみにありがとうございましたまったね「ポップカー」ジジー「ジョソラジ,ジョソラジョソラ